おはようございます。速稼塾の久保です。まあ見るのも相場とは言ってますけども、しっかりと見た、その成果がこの2日間出たんではないかなと思います。今回はどこでバイに入るかっていうエントリーポイントを予告した上でね、きちんとブレイクしたでしょ。だからこういうところをしっかりと見ていただいて、そして、ね、行動につなげていただきたいと思います。私の考え方もこの2週間スランプを巻き込みながらですけども、全てが今回回収できたということになります。本日は6月17日朝5時43分の相場解説になります。大きくブレイクしてます。その辺をね、解説していきます。どうぞ。はい、これがねデイリーなんですけども、私がずっと言い続けたのはこれですよ。このチャンネルラインがありますねってことなんですよ。ピタッときたでしょ、うん、だからフラッグだからね、これは当たり前なんですよ。だから全部これは上下の波を私は言い当てることがこれでできたということになりますね。こうですね。で下に当たったから今度上に行くよっていうのが上に行ったわけでしょ。で上に当たったわけじゃないですか、うん、はい。今のところデイリーでの相場解説ずっとうまくいってますよね。で4時間の方に移っていきます。4時間また面白いですよ。私はここをブレイクして上の方に抜けていくという話をしましたよね。でまさに4時間でエントリーされた方、ここを目安にバイで入ったら迷いなく1本のこのね直上に突き抜けるロウソク足ができてるじゃないですか。でトカントカンと上がっていってるわけなんですよ。こういう風にね、移動平均線もしっかりここでは参考になりますよ。安値が徐々にこういう風に上昇してるわけですからね。1時間が顕著ですよ。1時間、私がここでバイでエントリーに入るよって言ったのは110円の125でした。これ昨日の動画にも残ってますんで、ちょっと見ていただきたいんですけども、それは何でかっていうと、これがねレンジに入ったからなんですよ。で昨日これも私申し上げましたけども、一旦押し目を作って上の方に上がるって言いましたよね。だから押し目を作って下がったらチャンスだと思ってくださいと。昨日はまさに下に下がりつつあるところを1時間軸で見てるはずなんですよ。だから私が言ったように下に下がったでしょ。押し目を作るっていうことね、押し目を作ったわけですから、じゃあ今度は上昇するわけですよ。これがだから押し目買いの、昨日は教科書に出てくるような代表的な例でした。で110円の125を突破したら倍で私は入りますよと。水曜日まだまだ時間がありますからねということで、昨日はずっとねチャートにこう意識を向けていたわけですよ。で110円の125、場合によってはタイマーかけてもいいと思います。で110円の125を超えた瞬間に私は追玉追玉で、まあ昨日はね100ピップス近く取ってます。100ピップス近くですよ。ということは昨日のニットは十数万円になったということですよね。だこういうのをたまにやっていかないと、やっぱりね月に何十万とか言って残せないですよ。だから特にレンジでイゴイゴしてる時っていうのはチャンスの直前なんだっていうふうに思わないといけないですよね。それが見るのも相場なんですよ。でチャートのほとんどってのはちょっと切り替えましょうか。チャートのほとんどっていうのは本当にね動きの少ない退屈なところなんですよ。でもその退屈なところっていうのは買いと売りがせめぎ合ってからなんですよね。でせめぎ合ってるのもどちらかが威力をなくして退場した時に片っぽの力しか残んないからズバッと突き抜けるんですよね。その勝負をいつもしてるわけなんですよ。だからブレイクしちゃ収束して、ブレイクしちゃ収束してになりますから、テクニカルっていうのは活かせるんですよね。昨日は本当にねテクニカルのお手本みたいなのが来ました。その前にも40ピップスぐらい取った瞬間があったと思いますけども、これにてね両方取った方は今月のもう利益全部いったような感じです。でこういうふうにね確実に一本にボーンと進んでるなと、強い勢いで一直線に進むなというのをブレイクを取れたら、もうそれで1ヶ月の仕事終わりみたいな感じですよ。だから昨日もね私十数万金額にして昨日一日で取ってるわけですけども、場合によってはこれで生活費賄えるじゃないですか。これが FX の魅力なんですよね。かといって反目してロスカット食らった時に12万失うかって失わないんですよ。だからリスクは最小限で伸び続けるリターンっていうのは大きく取れる。これがリスクリワード 3.1 の私のやり方なんですよね。はい、じゃあまとめて申し上げます。全体概要、私は4対6で勝ち6割、そのために4割の負けにやっぱりね、強要するっていうんですかね、4割は負けてもしょうがないなと思うんですよ。その代わり6割は勝っていきます。通常 FX 超反発地で考えると五分五分なんですよね。
買うか売るしかないですから。でも私はその五分五分を4対6に動かすためのテクニカルを構築したんですよ。そのためにゾーンを用いたりね、それからテクニカル の, そのフォーメーション分析やったりとか、エリオット波動とか坂田五法、この4つの手法を使ってるわけなんですよ。その結果4対6にできているんで、この4対6をさらにさらに固めるために毎日の相場解説をやって、同じことをずっと言ってるわけですよ。で、リスクリワードは 3.1。 これね、勝った時は3、負けた時は牛1なんですよ。負けた時に1失って、勝った時に3をゲットすれば、この2の差額でさらに勝っていけるでしょ。それをずっとやってるわけですからね、難しくないです。むしろ一番 FX で、簡単なことだけをやって積み上げてますんで、ちょっと私の FX が難しいということは多分勝てないんじゃないかと思うんですよ。もうこれ以上簡単な方法って何があるのと。それこそね、ツールに頼ってさらにお金を失うみたいな道しかないんじゃないかなと思ってますね。ということですかね。はい、じゃあまたね、落ち着いて収束に向かうと思いますんで、また今日は様子を見るということでやっていきましょう。うん、ここまで強い利確ができればもう焦ることはないでしょ。ここで下手にね、エントリー入って、あ、強い陽線が出たから、この後の2匹の土壌を狙おうかなと思ったら、もう手遅れですからね。もうこっからは落ち着いて、私みたいに利益を確保したから相場から一旦離れて熱を冷まそうとする人の方が増えてきます、上級者でね。で、どちらかというと新人さんがこういった流れを見てエントリーかましてくるんですよ。ないですから、もうないですから、またしばらく後で生まれます。じゃあそんなことですかね、今日はね。ありがとうございました。